ました。いや、あのね、それはね、今日はヒリヒリ、まあ、そこにスタッフの方お願いします。はい、ですね、それと、皆さんお手元にある、あの一部のお手元にあるあなたメモについても説明したのかさんから。あなたメモ。はい。あなたメモ。あなたメモ。ですね、今日隣に座っている方があなたメモを持っています。まず交換もしちゃっていいですか？いいよ。いいですか？じゃあ、隣の方と自己紹介をするために、あなたメモを交換してください。コミュニケーションタイムって考えていいのかな？実はですね、このうちの何割かの方が、ベテランエキスパーとしてですね、名乗っております。あの事前にいくつかの練習をした方が名乗っておりますので、その方が あなたの周りの先生となって、ちょっとわからないことを本番中教えてくれたりすることになります。隣にはいないかもしれないんですけど、お近くにいる方で、あの人がベテランだっていうのを、今、こっちから入ってきた方はですね、この中の皆さんの中に知事から参加しているベテランエキスターの方がいます。その方からのメモをいただいて、ちょっと情報交換やお話をしておいてください。エキスターの人はどうぞということなんで、知事の方に話してちょっとお話ししてみてください。監督、時間が大丈夫です。完全に今してるんです。本当にもう2つくらい練習しなきゃいけなかったんですけど、急遽最後のラストシーンの男性の方に入りたいと思います。早速ですね。早速ですけど男性入ります。はい、皆さん、ダンスの先生がですね、振り付けを考えてくださった鈴木先生という方がいらっしゃいます。鈴木先生の方、すでに今日はちょっと来れないということで、振り落としの方を、きぬこ姉さんというお姉さんが、来てくれております。はい、ちょっと待ってください。きぬこ姉さん、準備にすごく PV の最後、 PV 中にみんなで踊る振り付けを皆さんと一緒に今からリハーサルをします。So the social time is over now, and then as part of the promotion video that you will be creating together with Nadegawa, we will have, we are now starting to practice the choreography for the music. はい、それじゃあ皆さん大きな声でですね、きぬこお姉さんって呼んだら、きぬこお姉さんきっと登場してくれると思うので、行きたいと思います。いきますよ、せーの、きぬこお姉さん。きぬこお姉さんめっちゃ持ってますね。きぬこお姉さん、さっきの練習の時は走ってきてバッて。はい、よろしくお願いします。時間が押していて、5分ぐらいですので、僕も考えました。椅子持ってきます。椅子持ってきて、最後の今日の、演目の最後にですね、そのアイドルが歌ってるシーンがあるんですけど、皆さんそこで演出の一つとして、踊っていただくんですが、それをまあ一回曲を通します。それをお姉さんがやってるので、みんな真似するという一回ちょっとやってみましょう。できないところがあっても、なんかできてるふりするっていうことで、あと近くにいる人で、なんか妙に振りが入ってんぞみたいな人がいたら、それをちょっと見ながらやってみましょう。では、曲からいきましょうか。
チカチです。キューティージー、カチカチの時は必ずカチカチ。ウィンは W のウィンです。これだけあれば大丈夫です。これダメって言いましたね。あとはスイーツで。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ曲お願いします。